お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのデッキをね、使っていこうと思います。スケラフリーズなんですけど、中身が神器デッキみたいな、なんかね、こう、もともとフリーズと、スケラの枠がなんかランバーとかラムライダーとか、まあ、そんな感じだったんですね。なんですけど、なんか、神器デッキをスケラに変えてトロを上げてる人がいるんですよね、中に。なんか7000円も、今、多分上が72とかなんですけど、本当に72か71後半ぐらいまで、このデッキで上がっている人がいて、いや、よくやんなと思いつつね、ちょっと面白そうなデッキだなと、はい、思ったんで、これを今日はね、皆さんに、紹介したいなと思います。よろしく、スケラデッキに、なんでこう、ユーノとか、こうマジアチャとか、ヒーラーっていう、まずもう見たことないんですよね、もうその時点で。なんでこう、なんかスケラとしてないデッキですね、なんで。まあ、スケラが逆に、使わない人にはすごいおすすめですし、なんかどうだろうね、おすすめでもあんまできないですよこれ。よいしょ。ね、これちょっとね、遅れてエレキで踏もうかなと思ったんですけど、マジアチャ、お前マジアチャがちょっと優秀すぎましたね。あ、ここはねヒーラーで戦いたいと思います。よいしょ。はいはい。で、まあ、スケラは多分このデッキだと基本的に1枚1枚が重いんですよね。アイゴレスケラとか、そういうのができるデッキではないので、結構形を作って打つみたいな感じですね。スケラはなんかいろんなね、こう、まあ、攻めパターンがあると思うんですけど、軽めのスケラの攻めとしっかり形を作る攻めで、今回形をしっかり作って、まあ、ダクネ、ヒーラーっていうのでスケラ打てるとかなんで、まあ、基本的には後半ですね。僕としては後半攻めていきたいと思ったんですけど、ワンチャン今スケラ打ってもよかったな。ちょっとアド取ってましたね、エリアド。はい。で、マジアチャーロイホグだ。俺の好きなデッキですね。しかもミニペ、アイゴレ。これもあれですね、こっち側無視ですね。オッケー。いや、マジアチャーのエイムがいい。で、基本的にそうですね、相手がロイホグだった時に、てかまあ自分がロイホグ使ってて、こんな感じで無視されて、まあ、2体なら無視ですね。3体だったら守った方がいいかな。でも、攻めに行くときは3体でも無視してもいいと思いますね。こう、攻めるってときは、こう、まあ、今守るターンだったんで、ちょっと守ってもよかったかもしれないですけど、こう、攻めるってなったときは、今みたいな感じで、ロイホグをこう、無視して、よくロイホグ使ってくる人ってセパとかしてくるんですよね。まあ、無視しちゃっていいですね。無視しちゃって、形を作ってあげる方が、相手からしたら、すごい苦しいですね。ロイホグ無視しても大したダメージ入んないんで、よいしょ。さあ、行きますか。ここフリーズ打ちたいですね。しかもこのマジアチャとかが厄介っていう。よいしょ。で、このマジアチャがあっちのマジアチャを、おー、クエイク防衛。おしゃれすぎ。そうっすね。ゴブコウモリのスケラですね。スケラじゃねえ、ロイフか。ここはまあ、あれっすね。ヒーラーで受けてあげて、まあ、マジアチャ来ても正直、あれっすね。ダメージ受けるんですけど、あ、言うのが受けれた。もうどうせカウンターで終わっちゃうんで、これだってフリーズパッキンして終わりですね。上にコウモリか、ゴブリンか、オッケー。はい、パッキン。よいしょ。さあ、いいんじゃない？で、最悪、スケフリーってラストの削りがないんですけど、まあ、マジアチャでも削れますし、よいしょ。これも、ガイモですね。防衛してあげて、ちょっとクエイク怖いですね。ワンチャンしまいマジアチャ。はい。オーケー。エイムが甘い。グッドゲームって感じですね。まあまあまあ、なんかね、スケラー、でも今のはちょっとね、もっとなんかこう、うまく決めれそうですよね。こう相手がスケラに対してユニット出してきたのをいい感じの角度でこうマジアチャでね、こう射抜きつつフリーズで固めてスケラのダメージも入れつつね。さあ、おっと、さあ誰だ、よろしく。なんで、まあ、できるだけ前半耐えたいですね。こう遅延スケラがあるじゃないですか。あれ使ってる人マジで2分来るまで、2分じゃねえわ、2分経つ、延長じゃねえの、2倍タイムになるまで1回もスケラ打たずにこう耐えるっていうのをよく見るんですよね、上手い人ほど。なんでこうスケラデッキは結構待ってもいい、てか待った方がいいデッキ説が出てきましたね、ここ最近。確実にやっぱダメージ入る分、後半になれば何回も何回もスケラ打てて確実にダメージやっぱつなげれるんで、前半ねはイモリですね。前半は耐えの時間。アイゴルインドタル、あー、あれだ、バルーンですね。これでも見た目ラムライダーに見えるから、なかなかバルーン飛ばしてこなかったら嬉しいですね。飛ばしてくるんかい。よいしょ。これヒーラーでマジアチャ回復して、はい、来た。ふい。ふい。
よいしょ、とか余裕ぶっこいてますけど、言うほどそんな余裕じゃないっていう。これ打っちゃいたいな。あー、そっちか、上コウモリで下ミニペイとかかな。お、待ち打ち延命ワンチャン。あー、これ入らねえですね。わー、いい防衛してきますね。で、このラーヒーラーは許容か。あー、うわ、すげえやだそれ。これな、まあ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 。さあ、おお、ヒーラーが、ヒーヒーラーがもう一発いくんじゃね。おい、え、やば。ラッキーですね。これちょっと強しますか、無視しますか。無視してこっから2倍タイムになるんで、形作って1本一旦降りたいですね。エリたまんねえ、たまってくれ、早く2倍来い、早く2倍来い。オッケー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 。いや、これはね、いけるんじゃない。相手のインドラもしかも腐りますからね、僕のデッキに対しては。まあ、ミニペックが若干厄介ぐらい。よいしょ、フリーズ。あ、この U のいらんな。いや、でも飛ぶからいいか。タルバを使ったっすね、多分これ。あ、ザップマンのかな。うえ、回るの早い。で、これあれだ。これ、もうあの、これこれこれ、スケラのデッキじゃねえけど、強み、このデッキの強みっすね。これ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 。もう、わ、やば。これやばいな。で、これで、スケラ打ったら、止まんないってやつですね。そう、このデッキの強みはこれっすね。このスケラ以外が、止まんないっていう。これはやばい。これはね、相手もびっくりっすね。まあ僕もめっちゃびっくりしてるんですけど、なんか相手たちも結構うまくてね、やばかったっすけど。はいはいはい。いや、美味しいですね。11勝、ふさぎました。なんで、まあ、ヒーラーが、意外と強いですね。意外と。なんか最近、そんな見てなかったですけど、久しぶりのヒーラー。多分昨日の動画かな、動画もかな。多分ヒーラー使ったデッキを出したと思うんですけど、ちょっとヒーラーにハマってますね。なんか、昨日も言ったんですけど、ポイズンが多いんですよ。ポイズンが多すぎて、早くヒールを情報修正しろって思うんですけど、情報修正されないんで、その間ヒーラーね、使って、ポイズン使ってる人に勝ちたいなと思いますね。マジでポイズン多すぎて辛い案件ですね。ガスペルなし。はい。ヒール、情報欲しいですね。はい。という感じで。この前なんか舌が痛いっていうのを言ったんですけど、病院行くって言ったんですけど、めんどくさいんで行ってないですね、結局。2日くらい経ってますけど。なんか、まあ、痛いんですけど。まあ、痛いんですけど、いいかなっていう。病院、別に嫌いじゃないんですよ。僕、注射とかも、別に嫌いじゃないんですよ。なんですけど、病院に行くのがめんどくさいんですよね。うん、別に、うん、いいんすよね、病院は。全然嫌いでもない。まあ、好きでもないですけど。いいんすけど、行くのがめんどくさいんで行かないですね。しかも、こう、今一人暮らしして一人だと、こう、車でね、連れて行ってもらうとかもないんで。僕、免許も持ってないんですよね。免許欲しいっすね。そう、岡山に帰った時に、何もできないですね。なんで、友達に迎え来てもらえますけど。それはそれでめちゃくちゃいいんですけどね。こう、友達は基本岡山なんで、みんな、免許持ってるんでね、社会人だって大学生も。なんでこういつも迎え来てもらったり送ってもらえたりするんですけど、まあまあ若干申し訳ないなっていうのと、はい、まあ車に興味がないんですよね。免許は欲しいですけど、なんで当分取んないですけどね、どうせ。あ、これやべ、うえいうえい、いや、いい。しかもタルババサイター、あー来た、ロイジャイスだね。最近ロイが増えてるんですよ。ロイも増えてる。オーブンロイっすね。でも、ロイジェイはね、絶対このスケラきついと思うんですよね。スケフリがまずきついと思いますね、ロイジェイ。まあでも、うまく防衛ライドとかされると、僕のユニットは単体系しかいないんで、まあむずいっちゃむずいですけどね。こういうとこにワンチャンライト来ると、はい、いきますね。まあ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 。これマジアチャで許容して、からの、スケラをね、ユーノスケラぐらい打ちたいな。ここ一回、あれっすね。このマジアチャを餌にして、タルババか。タルババ咲いたらヒーラースケラで、これ十字じゃね？ハシマイランバーで止められたらやばいけど、止まんなかったら終わりじゃね？これ。これだって、エレキが回ってんのかい。いやー、全然だわ。あー、まあ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 。あ、でもエレキ溶かせ、溶かせ。はい、まあまあまあ。悪くないんじゃない。で、このランバーは通り過ぎてから当てて攻めたるですね。オッケーオッケー。ここ2発許容はできない。さあ、で、まあベビーのターンなんですよね。ベビーで受けられるから、まあエレキでいいかな。さ
か。いや、流れとしては悪くないですね。スケフリまで決めれれば、今スケラ打っただけであのダメージ入ってるんで、スケフリまで決めれれば。で、次からこのマジアチャでベビー処理してからはダクネが強いですね。今相手ベビー咲いてるんで、うわー、これ言うのね、ここで使うのちょっと違うかな。これもヒーラースクリーいっちゃいますね。そしたらこのランバーに攻めをつなげさせたくないです。うわー、やべ、あー、せいか、これミスったな。まあまあまあ、1-1かな。いや、ワンチャン守れる。いや、守んねえな、これ無理だな。まあまあ1-1っすね。いや、1-1にしちゃったら良くないっすね、これも。よく考えたときにしくったな、今。しちゃって攻めすぎちゃいましたね。まあ、言うのは攻めで使いたいな。いい、ランバーで、ヒーラーとか相手がランバーできたところいい感じになんか攻めたいんですけどね。うわぁ、これやべえな。これやべえ。まあ、フリーズで固めて。オッケーオッケー、言うの入ってる、言うの入ってる。オッケーオッケー。オッケーオッケー。オッケーオッケー。ヒーラーはライトニング耐える。ダクネのコウモリが働く。よしよしよし。むずいっすね。しかもでもこれは。これ一回攻めて、陸なんか咲かして、エレキか。エレキは一番、ランバーとか咲いてくれてすごい美味しかったですけど。これいっちゃおうかな。これ防衛スケ、防衛フリーズで耐えたら俺の勝ちやね。俺の勝ち。待って、間違えちゃってる。オッケーオッケー、ワンチャル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 。来た、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 はい、ジュリショー。あぶねー、多分ね、ロイシェイ、これ多分な、あれっすね。1-0、1-0じゃないと、今のはちょっとラッキーまでありましたね。賭けでしたね、賭け。今の守られてたら負けてたんで。まあ、というわけで、2戦目みたいなね、勝ち方ができると、すごい理想かな。このデッキは。はい。まあ、ちょっと癖のあるデッキだと思うんですけど、まあ、良ければね。でもこの宝宝はよく見るスタバーカーっすね。まあ、どっかの誰かさん、わかんないですけど。はい。という感じで、良ければね、このスケアデッキ。お使いください。まあ、ウルトラ多めなんで多分きついですけど、結構ね、無課金の方には。はい、というわけでチャンネル登録、高評価お願いします。ぜひ。はい。で、8000トーナメントも、はい、頑張ってます。ぜひね、25日もあるんで、応援よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。バイバーイ。